織姫神社の裏山のもみじ谷に来てみました。まだちょっと早かったですね。黄色が出てない、赤も少ないでした。いや、赤がないですね。まだ全然早い。11月1日。暖かいんですね、今年は。このベンチが一番景色がいい場所。このベンチから見るのが一番綺麗に見えます。ただ赤を綺麗に見たければ谷の下から見上げた方が綺麗に見えます。もみじ谷を上から見ています。全体にもうちょいですね。天狗山を背景に、この位置から噴水ですね、織姫公園の噴水のすぐ下の道から見るのも綺麗です。もみじ駐車場の下にあるバラ園の奥からこの位置に来ると天狗山が背景で、もみじ谷の下の方が見える感じですね。11月1日ですが、ツツジが咲いてます。
安奈寺の紅葉が結構綺麗になってますね。赤と黄色、緑、いいバランスになってます。イチョウでしょうかね、この大きいのは。